中国の国産大型旅客機 C919 の2機目となる機体が16日午前、上海市内のプートン国際空港から同市内のホンジャオ空港へ飛行し、中国東方航空に引き渡された。これは中国東方航空によって C919 の商業運航が加速していることを示している。7月12日現在、初号機によって計87便が運航されており、うち北京・上海間が2便、上海成都間が85便。平均搭乗率は 80% 近くに達し、すでに延べ 1万1095人の旅客にサービスを提供し、250.1 時間の商業飛行を行っている。現在、機長8人、乗員46人、航空整備士16人が訓練に合格、また100人超の後方支援チームが設立され、さらに資格訓練を受けている、パイロットが21人いる。